ずいぶん強がりを言うね。銃が撃てるかい、お嬢ちゃん。僕じゃない、君自身の頭をね。もう二度とエイジには手を出さないと誓うよ。弾が入ってない。あんな奴のために。死んでみせろと言ったのはお前だろ。バナナフィッシュに関する全ての情報を提出し、守られなかった場合、直ちに奥村エイジを殺す。仕事が済んだら君はムッシュに引き渡される。この条件を飲めばエイジは安全だ。君は何もかも失うんだ。わかったよ。それでごちゃごちゃうるせえ。言う通りにするっつってんだろ、この蛇野郎。お前はもう過去の確執は乗り越えたと思っていた。あの日本人の少年を見て理由がわかった。ウサギとヤマネコは所詮友達にはなれないんだよ。俺は今幸福なんだ。この世に少なくともただ一人だけは、何の見返りもなく俺を気にかけてくれる人間がいるんだ。俺は幸福でたまらないんだ。あいつを殺さないでくれ。あいつを傷つけないでくれ。頼む。お前はそこまで。あいつに怪我させちまって悪かったな。俺を日本へ連れてってくれるかい。あいつの生まれた国見てみたいんだ。エイジか、あいつが危ないのか。お前の大切な友達を救え。